ありがとうございます。友藤田です。友藤田ミュージック。皆さんどうもありがとうございます。今回はですね、僕の本の耳と感性でギターが弾ける本、これの解説をしたらとてもですね、僕の生徒さんから好評だったので、一般の皆さんにもいろいろ参考になったらいいなと思います。でですね、まずはこの本いろいろあるんですけども、第2章ですね、基礎の見直すことですね。要するに基礎っていうのは簡単に言ったら基本ね、面倒なことなんですけども、それも内容がいろいろあるので、一番良くないのは不必要に物を取るというのが良くないですね。食べることで言ってみると、余計に取ってしまうと太っちゃいますよね。ギターの場合はですね、どんなに取ってもどんなにやっても体調が変わらないので、要するにギターの問題はどんなことやっても別に影響がないというか、お腹痛くなったり調子が悪いということにならないんで、単純に音が良くないというだけで、それの悩みなんですけどね。なのでまずはやってほしいのは、この前にもやりましたけどもね、2分、1日2分でやる練習、この場合はですね、もうちょっとこう5分ぐらいやってもいいと思うんですね。だからまず2つやります。1つ目は運指を4弦だけで、まずここでですね、気をつけてほしいのは全くノイズが出ない、左指のノイズが出てないですね。だんだんソフトにいきます。こういう感じで、ずっとですね、いったら12フレットが下がるんですね。でこれもキュッてなったらもうおしまいなんですね。おしまいっていうのはもうダメなんで、続けてもダメなんですね。だから練習というのは改善なので、ここでノイズが出ないように。だからですね、メーカーの名前言えないんですけども、日本で流行ってるコーティングのある弦をですね、大体僕の通信レッスンの生徒さん、大体やっぱり日本の通信レッスン多いんで、最初はやっぱりコーティングの多い弦を貼られてですね、皆さん同じ問題点は力が強いんですね。なぜかというと、力強くやってもノイズが出ないんで。だからわざと僕は普通のダダリオの NYXL か EXL、 普通、これ今普通のやつ貼ってるんですけども、普通のやつもいいと思うんで。なので弦の寿命っていうのはね、コーティングだともちろん長くなるんですけども、でも悪い癖がつくので、だからコーティングの弦は使わない方がうまくなりますね。そうか、普通の弦でちゃんとテクニックできてて、コーティングの弦でもうかなりシビアにテクニックをコントロールする人であればいいと思うんですけども、4弦をゆっくりやるで、ね、その次に演奏能力開発エクササイズの、これちょっと早め、これも気をつけなきゃいけないのは、左指のノイズが全く出ない、でだんだんソフトにする。ピッキングの位置はフロントピックアップの上ぐらいですね。で右手の手のひらで軽く、5弦6弦をミュートします。で指見ない、でちゃんとストラップかけてですね、これ何回も言います、一番初めの第一章に書いてますね、ストラップ。胸を張ったらギターが膝から上がる。これはエアストラップというのを僕の奥さんが買ってくれたんですけども、立っても座っても同じ、立っても座っても同じ、ダンスもできると。この状態でないと、これがギターが下がっちゃうともう手に負担があるので、もうそこで上達ができないというかですね。だからまず一つ目、基本を見直すことの基本は運指練習を正しくする。だから運指練習をどれだけするとか、どんなことをするんじゃなくて正しくする、それがこの本の中に詳しく書いてあって、昨日も
鈴木さんっていう僕の生徒さんがいたんですけど、いますけども何回も読み直してたらもっと分かってきたと。僕も実際これね、自分で書いたもの自分で読み直したと、あーあーと思う時あるんですね。面白いもんですね、やっぱね。これはもう反対に言ったらなんか僕のなんか日記のようなもんなんで、日頃やってることのまとめなんで、とても良かったですね。で次にメトロノームに合わせてやると。でこの運指練習はメトロノームに合わせてやらない方がいいと思うんですね。今はなぜかというとノイズが出ないということが大事なので、テンポは関係ないわけですね。でも次にピッキングの位置で、例えばテンポを60でやりましょう。でこれで例えば3弦してと思うんですよ。よくほらみんなカウントしてますかとか、どうやってカウントというかやってるかな。だからカウントしてないもんね、喋ってるわけなんで。だからどうなってるかというと、このタイム感が周期で感じてるわけですね。それをこう掴んでる。だから結局これってある意味リズムのハーモニーなんですね。ハーモニーがこうなんかこう綺麗に流れてメロディーみたいに。なので例えばまたご飯の話ですけども、こうなんかこうね、京都料理みたいな、こう50箱じゃないけど、こういっぱいこうつってる、ああいうこう波があるというか、こう綺麗な波があるというか、そういう感じで見てるんですね。ほんまかいな。まずこれやってみてくださいね、60で。できるでしょうか。これが2つ目。3つ目は裏打ち。1、2、1、2、3、4。練習レッスンで目あるのはこうベースラインを弾きながら違う歌を歌ったり、まあ、今はこれね細かくレッスンできないですけども、まあ、こんな感じでヒントなんで、だから今みたいにこうまず裏で撮ってみる。だから例えばこうチューニングになってないですよ。とりあえずね、裏で撮る。だから次のアドバンスのやつっていうのはこれで同じテンポなんですけども、違うフィール。
でやっぱりメトロノームとちょっとお友達になることですね。やっぱりお友達になるということは仲良くなるわけなんで、絶対プラスになるわけなんで、敵を作らないということですね。なのでまあ見直す、基礎を見直すことでまとめると、予言の運指練習ですね、普通のやつ、1212のやつ、そして2つ目にタイムを自然に感じる、60で全部ダウンビートでやってみる。で3つ目にね、演奏の開発エクササイズとか、他の、 あのレッスンでもやってるルートサードセブンのスイング、前回ほらねトライドのことやりましたけども、でメニューを作ってみる。メニューで今みたいに運指練習、ちょっとタイムの練習、そしてスイングできたら、スイングの同じテンポでって感じでやると、もっともっとギターが楽しくなると思います。ではですね、皆さん、この僕の友藤田ミュージックをいいねしてもらって、シェアしてもらって、そしてもしよかったらギターウィズダムに参加してください。それでは皆さん、ありがとうございました。また皆さんとお会いしましょう。はい、なんての